皆さんこんにちは、翔さんです。今日は1月31日、1月もあっという間でもう2月ですね。はい。で、今日はですね、2点お話ししたいと思います。まず1点目がですね、こちらのスローさんの、ミニウォレット、ラウンドミニウォレットの、経年変化の報告です。一番最初に出したのが多分8月ぐらいで、で、そこからですね、ちょこちょこ財布を入れ替えたりして、で、最近1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらいですかね、は、スローさんの方を使ってます。簡単にお財布説明すると、まあ、アッパーが、コード版。で、内側がですね、イングラサットという、ちょっと機能感のある革になります。はい。っていうのが1点目と、もう2点目がですね、まあコードバンのお手入れの話で、ちょっとこんなブラシを使って、説明していきたいと思います。はい。では早速、まずですね、こちらのお財布のエイジングの経過です。表側と裏側ですね。はい。で、僕、お尻ポケットに入れてるので、こっち側ですね、お尻側、の方が、エイジングがちょっと進んでるかなという感じですね。はい。あとはちょっとこう、型がついてしまってるのもありますが、まあまあ、これも僕のお財布の味ということでですね。で、ちょっと、入れたばっかだったので、お尻から出したばっかなので、簡単にお手入れをしますと、まあ簡単にですね、もうオイルはあんまり最近塗ってないですね。最初の方はですね、新品の時は結構まめに入れてたんですけど、最近はもうあんまり入れてないです。入れるにしてもね、コルニルの スーパー何でしたっけ、万能のやつですね、ちょっと写真後で出しておきますが、ぐらいですね。で、あとはまあこういう布でガーッと拭くぐらい、空拭きですね。まあこいつ自身がちょっともう、ワックス分を含んでいるので、まあこれで拭くだけで、まあ本当少しの量だけのオイルアップになります。はい。どうでしょうか。輝いてますね。はい。これね、こう明かりをちょっと消すと、どうですか、かなり反射してるのか見えますかね。はい。もう一回明かりをつけてと。内側のね、イングラサットはですね、あんまり経年変化はしてないですね。内側も、まあ若干機能感がね減ってきて、もっと色が濃くなる予定です。こことかね、カード入れてるこの角の部分とかですね、若干こう起毛感が取れて、ちょっとツルツルとしてきました。で、起毛感取れたところがちょっと色がね濃くなってきているのが見てわかると思います。これはもうちょっとかかるかな。はい。でした。で、エイジングの経年変化の感じはこんな感じです。で、もう一点話したかったのがですね、コード版のお手入れについてですね。まあ、お手入れといってもですね、まあ、それをコード版がそもそも何ぞやっていうところから考えようというものになります。で、コード版ってね、他のチャンネルさんでもお話しされているところがあるんですけど、いわゆる銀面ですね、革の表面と床面という革の裏面、まあ、皮膚でいうこの表側とこの裏側ですよね、人間でいうその表と裏側の間にあるコラーゲン層みたいな、そこにコード板層というのがあって、まあっていうのがあって、そこを使ってるんですけど、そのコード板層というのがですね、こうこんな感じですね、縦にこう繊維が立ってるらしいんですね。で、この立ってる繊維を寝かせることによって、こんな綺麗なツルツルとした輝くような表面になるとのことらしいんです。つまりですね、ここにこんなのがあるんですけど、これ普通の
靴とかを磨く用の100均とかでも売ってるようなやつだと思うんですけど、まあ、これが要するに最初はですねどうなってるかっていうと、まあ、直立に立ってるんですね。立ってると。でこれを立ってるのをですね毛並みに沿って寝かせてあげると、よ、これ今寝かせました。寝かせるとほらこれだけでかなり反射しますよね。うん。つまりコードバンソーってこう立ってる毛をこう寝かしてるんですよね。そうそう。なので、まあ、オイルとかでこうベターっと隙間なく寝かしてあげれば、まあ、勝手に光るということですね。なのでですねコードバンをこのお尻のポケットに入れてですねひたすら圧を加え続けるっていうのは結構エイジングを早めるという意味では相性が良くてですね、なのでこっちのお尻側の方が光沢感が強くなってます。はい。まあ、その分ですねお尻入れてる分あの汗とか、そういうのも出てきてしまうのでそれを吸ってしまうのでそこはちょっとケアが必要なんですけど、圧を加えるという意味では相性がいいです。でもう一点ですね、まあ、こういうふうに毛がこうベターっと全部寝てるからこそコードバンの光沢って出るんですけど、これに引っかき傷が入ったらどうなるかですね。例えばこうザーッと一本線が入ったとします。そうするとですねこういうふうにちょっと見えづらいですかね、もうちょっと入れるか、はい、こういう感じですね。一本線がこうガーッと入ってると思います。うん。まあ、ここのね真ん中の部分だけ毛が寝てたのが立ってしまったと、それでまあ傷が目立つんですけど、まあ、これもね同じようにあのブラッシングとかいろいろしてあげて綺麗にしてあげればまた毛が寝てくれてですねまた元の輝きが戻ると。はい。まあ、もあの根元のっていうかねこの本当地の部分までねあの傷が入ったりしてしまうとさすがに修復は難しいんですけど、ある程度のところまではねあのブラシとあと空拭きでですねしっかり繊維を寝かしてあげると。であとは時々オイルを入れてあげて寝かしてあげると。そうすればコードバンはかなり光ってくれます。であとはですね水ですよね、水分とかがついてしまった時はやっぱちゃんと拭いてあげると、水分を取ってあげるっていうのと、こうやって細かい毛がたくさんあるんでね、水が汗とかですねを長時間放置してしまうと、まあ、そこがだん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 こう水が浸透していってしまうので、まあ、拭き取るっていうのとですねできたらちょっと軽くブラッシングもしてあげて、まあ水分がこの繊維の奥まで入る前にブラッシングでちょっとこう外に出してあげるとっていうのも効果的なんじゃないかなと思っています。はい。ということで、今日は2本立てでこちらのスローさんのお財布のエイジング紹介と、まあ、こんな感じのものを使って、コードバンの毛の繊維の話と、あとはまあ簡単なお手入れの話をしました。はい。まあ、これからもですね、このコードバンのこっちは、ちょっとケツポケで、ガシガシ使っていきたいと思います。このイングラサットがね、もうちょっとテカテカと、してくれるところまではちょっといきたいなと思っております。はい。今日はこんな感じの動画となります。ご視聴いただきありがとうございました。では次の動画でまたお会いしましょう。翔さんでした。またねー。